ミカドシン、ミカドシン、テ紀元前1100年頃は、陰の、第30代、最後の王、周の武王に滅ぼされた。一般には中央、中央、の名で知られる。ミカドオツのバシイボアニニの御兄と、ビナカヒロシラがいる。子に、武功六東羅、トウラ、書では、悪評が高い。七肉人の名で知られる宝刀や暴政が記されており、 四季集下には、義与山損ない。善を損なう中途の玉うと記されるなど、後世に、暴君の代名詞となった。在位はおよそ30年と推定されている。隠居からは、三角神が埋葬される予定だったと思われる、空馬鹿が発見されているために、当時としてはいつ亡くなっても不思議ではない年齢で最後を迎えたと、押しはかれている。隠居から出した、文によれば、 ミカド神は、歴代王と同様に、祖先祭祀に勤めたことが判明している。また、甲骨文の研究からは前代まで続いていた、人身国を取りやめたのは、ミカド化の都だったことが判明している。ミカド神の第二、東の人方という部族を打ち国政は盛んになったと、みなす研究がある。しかし、うかの離反と鎮圧などで国力が不安定になったと見る研究もある。 印州革命は州が衰えた印にとって、変わったというよりは、東方の計略に注意が向きすぎていた。印の隙をついて滅ぼしたとする説が最近では有力視されている。州の地で出土した甲骨文の記述によると州が、密かに印の東方に位置する部族へ連携を申し込んだ記述が認められる。ミカドシンは美貌を持ち、弁絶に優れ、頭の回転が速く、 力は猛獣を殺すほど強かったという。それゆえ進化が愚鈍に見えて仕方なく、還元を受けても、得意の弁舌で煙に巻いてしまった。そのため、三神の増長は募り、天皇を自称するようになる。神への祭祀をおろそかにし、従税をかけて、天下の宝物を、自らのものにし、有魂や日中といった粘心を徴用、愛称の楽器に溺れ、日夜宴会を開いて乱行にふけった。 また、彼女の言うことは何でも聞き入れ実行した。この時、三角神は肉を天井から吊るし林に見立て、酒を貯めて池に見立て、その上で女性をはべらかしながら、欲しいままにこれらを飲み食いした。ここからどう過ぎた、強楽なことを、七肉林と呼ぶようになった。親戚に騎士と悲観という賢人がいた。騎士は、三角神が象下の橋を作ったと聞き、 象毛の箸を使うなら陶器の器では満足できず玉の器を作ることになるだろう。玉の器に盛る料理が粗末では満足できず三階の珍味を乗せることになるだろう。このように贅沢が止められなくなってしまうに違いないと危惧し贅沢をやめるように還元したが、ミカドは全く受け入れず、中殺を恐れた騎士は狂人のふりをして奴隷の身分になった。これが後に、 騎士の憂いという古事聖語となっている。悲観は当時行われていた放落という残酷な刑罰をやめるように還元した。しかし、帝角心は起こり、聖人の心臓には七つの穴が開いているという。それを見てやると言い、悲観は心臓をえぐり出されて死んでしまった。当時、院の最も重要な地位であった光弘には、諸行の中の実力者である西野里政、後の文王、 旧校、学校がついていた。旧校には美しい娘がおり、三角神はこれを目掛けにした。しかし、旧校と学校に、無本の疑いがあると知り、旧校を塩からに、学校を管肉に処する国慶を行い、旧校の娘も処刑した。さらに西の政にも、無本の疑いがあることを、高志公虎が密告した。同時に日高も、そのことを感づいて、 彼を幽閉することを助言し、三神は西の利政を雑土と,というところに幽閉した。その後、彼は財宝と領地を三神に献上することを条件に釈放された。やがて西の利政が死に、武王が立つと、ついに天下の諸侯は三神を倒すために立ち上がった。武王は文王の威廃を掲げ軍を起こした。その皇天の声を聞いた武王は一旦兵を。 退かせたが、その2年後再び軍を起こし、両軍は牧野で激突した。この時、陰軍は70万を超える大軍であったが、その軍は、奴隷が多く占め、戦意がないどころか武王がやってくるのを、待ち望んでいたほどのありさまで、陰軍は、あっという間に大敗した。首都、朝歌に撤退した三角心は6代に上り、昇進実殺した。その死体は武王により魔盛りで首を断たれた。 ニカドシンについての伝記は、暴政や悪事についてがほとんどであるが、陰を倒した州が、武王の功績を称え統治を正当化する意図で、暴君として描いたとも考えられており、信憑性が薄いものも多い。論語の中で、孔子の弟子思考は、陰の中央の悪行は、世間で言われているほどではなかっただろう胸の言葉を述べており、相当の悪評がある一方で、 それに対して会議的な見方もすでにあったことがわかる。七肉人の行為などは、実際には神を下ろすための儀式であったとする説もある。また、祭祀をおろそかにしたという説も、旧式の祭祀を改良し、簡略化させようとしていたとする見方もあり、真相は不明である。放落の刑についても、初期の死書では、七肉林の一部として、肉を焼くためのグリルのようなものを置いた話から、 罪人を役刑罰に話が変わっており、その意味や解説が拡大したものと考えられている。後の世に、夏の欠とともに、夏欠員中と呼ばれ、暴君の代名詞となったが、両者の人物像や最後は酷示している。美女、松木と抱きに溺れ、性を顧り見ず、豪著な宴会、肉さん保持しばやしと、七肉りを催し、還元をするシーンを殺してまわり、時代の王。 東王と文王を遊兵し、迷信の補佐、これまさと対抗棒を受けた英雄に滅ぼされるという筋書きである。夏の実在が疑問視されていた時代には、三角神の逸話をもとに、ケツの人物像が作られたという説が有力であったが、遺跡の発見などにより夏が実在した可能性が高まっている現在では、ケツの伝説に欠けている部分を、 ミカド神の逸話から流用することによって、後の時代に穴埋めをしていったのではないかという説が有力になっている。なお、隠居から出土している、甲骨文の牧師には脱菌に関する文献は見つかっていない。方針演技などをはじめとした小説作品において、中央の名で広く登場が見られる。日本でも、高い乱山、絵本三国洋普伝などに、脱菌の正体を、天竺 中国、日本を股にかけた九尾の狐であるした物語が描かれ、そこに登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。